ロラの国ノルウェーで女形を名乗る不届き者がかぶいていやがった。美空ひばりの川の流れのようにに合わせトドのような大鳥が登場。歌舞伎の演目曽根崎心中のごとく出した刀は超ちっちゃ。知らず知らず歩いてきた遅くなるこの道。何だろうなこれ、やばいこれ。さらに女形の必須アイテム扇子はなぜかファー付きの北国仕様。音楽が盛り上がるにつれその扇子もどこへやら。たっぷりタメを作って最後はまさかのイブリングドレス。もはや女形の奥ゆかしさは愚か、日本文化のかけらもない。一体何なんだこれは。最高のショーを今夜もありがとう。